神戸市の人材獲得競争への対応策、神戸ナビゲーターが活動初日を迎え、若手職員が一堂に集まりました。今後の採用活動に対応するため、神戸市では若手職員に協力を仰ぐ新しい取り組み、神戸ナビゲーターをスタートさせました。神戸ナビゲーターは、今後就職活動を迎える学生などが、職員として働く将来像をイメージできるようにナビゲートする役割を担います。今日集められたナビゲーターたちは、2年目から8年目の職員から選ばれし212人。業務の任命通知を授与され、今後の活動についての説明を受けました。神戸市が変わろうとしている中で、一つのこう方法として人事採用制度をこう変更していくっていうのは、大変僕も協力的に参加していこうと思っています。入る前と入った後ではすごい私自身もイメージが違ったので、そこのギャップを少しでも埋められるようにお話知りたいことをできるだけお伝えできたらいいかなと思っています。ナビゲーターらの活動は今月中旬から本格化。大学などの説明会の参加や OB・OG 訪問の受け入れを行うほか、来月23日には大学1、2年生を対象にオープンセミナーを開催する予定です。